ジェレシリカララララ。4番ガラガラ。何これ何これ。何これ。4番。1番バンバンバン。背番号5番。あ、ここがここ。6番バンバンバン。起きてください。ピンポン。はい、こんにちは。やだ。怖いそれ。そうですか。そうですか。汚いですか。じゃあ一個聞きたい。なんだろうこれは。どう見てもお菓子ですよね。ブチギレ。どう見たってお菓子ですよね。これ今食べようと思ってここにあったものなんですか。そうです。じゃあ食べてください。え、いいですか。はい、だってゴミは食べないと捨てられないじゃないですか。ゴミ。ゴミって認識されてるやん。これは誰のですか。あ、私です。食べますか。食べます。これは今なくならしてください。あ、それは難しいですけど。そしたら捨てれるんで。あ、怖い。すごい。今食べれないのなら直してください。あ、怖すぎる。使わないんだったらこれ捨てないといけないってこと。これ使わないんですか。使います。今使わないんですか。全部使わなきゃいけない感じですけど。今使わないんですか。今使わないです。じゃあなんでテーブルの上にあるのかな。怖すぎる。嫌われた方がいい。考えたら分かる行動っていうのは言われる前からする。今からね、PhD セシリンチ来て。ねえ、怖すぎる。ねえ、こんなミニマリストだった。ミニマリストって言ってるのさっきから。ミニマリストね。え、そうなの。え、そうなの。え、ミニマリストやろ。ね、ミニマリストよ。お前が違う。一番ミニマリストよ。え、どんの。ほら、ミニマリストです。ミニマリストです。かばってあげたのに。3対1にならないようにかばってあげたのに。てめえすっぴんだからって顔ゴシゴシすんじゃねえよ。お前ら全員すっぴんだろ。別にそういうわけでやってるわけじゃねえし。あー、めっちゃ嫌い。めっちゃ嫌い。そういうわけでやってるわけじゃねえし。こいつも嫌い。全然やる気ないの。そうし、ちょっとも、もう今動かねえ。動きたくない。うちだけ一番動きたくない。そうしね。端に寄せただけだし。まずみんなで大掃除動画を出しました、はい、うん、そしたらその次に2人で掃除動画を出してくれました。で、この2人の負担すごいよねっていうのを多分コメント欄でもおっしゃられてたんです。皆さん、いや、これはメンバーみんなでやるべきなんじゃないのみたいな。責任感どうなってんの、バカなんですか。そんな言ってる人いたっけ。コメント欄めっちゃ優しかった。優しかったよ、コメント欄。だって撮影場所はみんなで使うものですよね。じゃあ何、2人が語ってて偉いな、優しいな、この2人は何をしてんだ、バカなのか、自分のことしか考えてね。セシルの気持ちだよね、お前。で、おっしゃられてたんですね。誰も言ってないよ。みんな優しかったよ。だからみんなむしろ掃除のことにあんま触れてなかったよ。この2人のコントについて触れてたよ。だからそういうのが今後ないように、うん、私たち役割分担決めましたよね。ありますね。もうめちゃくちゃありがたい。そう、はい、いろいろ分担がありまして、はい、洗い物担当と、うん、リビングの掃除担当と、うん、あと掃除機ゴミ出し、うん、あとトイレ、うん、っていう担当で分かれたんですね、うん、はい。そしたらありがたいことにマネージャーチームも、いや、役職振ってもらえたらやるよっていうことで。マジです、ありがとう。ここはね、ゼロプリゼロプリスタッフが使ってるスタジオなわけですね。見たことないですよね。そうですね。だからやっぱり、まあ、スタッフも割り振りしようじゃないかということで言っていただきました。はい、ありがとうございます、はい、役割分担決めました。はい、ありがとうございます。で、どうなったんですか。私がリビング担当で、はい、リビングのお掃除担当がももちゃんになりました。おめでとう。私がトイレ担当。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、私とうちがやっぱここに住んでるので、ゴミ箱捨てと掃除機担当でーす。すごい裏返し方してる。でも1回2回あるからな、うん、やからその掃除機担当分けたいもんな。そうです、うん、しかも2階が東京レインボープライドのみんなでペイントしたじゃないですか。あのままです、まだ、うん、なのでずっとブルーシート広げてあるから、うん、誰か殺人すんのかなと思ってる。カラフルにね。ってぐらい今ブルーシート引いてあって、まあ、この機会にそれを掃除するのと、でも今日はね、和室はまた別なんで、うんうん、今日やるところはリビングとキッチンと、うん、トイレと2階、うんうん、ほんまにゼロプリ全体の共有スペース。そう、はい、和室はおうちとジェシカしか使ってないんで、うんうん、それ子以外のスペースを掃除していきたいと思いますかね、うん、でもやっぱ前回よりかはリビングちょっとマシよ。うん、だって掃除しやすそうだもん。うん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 、うん、やろ。はい、スタート。
はい、動いて。曲かけたいねんけど。早く動いてよ。お前が一番動け、お前ら。あ、ちなみにうちらの大好き高橋は、大好き高橋はキッチン担当です。怖いよ、ずっとそこ。ホラー価格なんだから。じゃあ、さようなら。うんちだ。うんち行きました。トイレ掃除前にかまそっかな。いやー、これもみんな聞いて。私さ、ゼロプリハウスのな、トイレ嫌すぎて一回もうんちしたことないのね。うん、うん、いや、私猫やと思ってて、自分のこと。自分ちでしかうんちしてないの。猫すぎる。せっかく立ったのに。私がトイレ掃除担当はそういうこと。ここでうんちできるようになりたいから。あ、自分で。なるほどね。この前うんち上がってきてたやんか、下がり弱くて。そう、すごいんだから。便器こうあってさ、こうあるやん、下にこう、うん、ここのこの周り、うん、茶色と黄色なのね。そうね、もう溢れ返ってきてて。あーね。で、そこの掃除をシュッてした時にポチッ。じゃあすごい、一生任せたい。一生任せたい。うん、マジで一生任せたい。だから介護とかしたい。だから将来安心してな。なんでなんで。あ、うちら3歳しか変わらん。あんた、私がおばあちゃんやったら、あんたもおばあちゃんになってる。なんかさ、結構ゼシルさ、めっちゃうちらのことさ、そのおばあちゃんみたいに扱ってくるときあるけど、そんな変わらんのよ。3歳しか変わんないから。そんな変わらんのよ。私が83になったら、80だから。おばあちゃんとおばあちゃんで介護することになるのよ。え、じゃないのよ。そうなの。そうだよ。いつもそう。だって私今マインド16歳やけど。やめて。変わらんのよ。マインドが言い出したらうちらもそうや。毎回変わらない。え、どっかで止まってる感ない？例えばコロナ前の時からなんか年取ってない感じがするとかさ。で、私はずっと20歳で止まってるって言ってお酒は飲んでるしみたいな。うん、私23で止まっておいるよ。やろ。止まってない、どっかで。めっちゃ28。体にガタが来てるから腰痛めたり体調悪なってたり。そして体調も悪なってるし、体も痛くなってる。だから28やなってめちゃくちゃ思うし、みんなはそうでもないって言うけど、やっぱりこの差はでかい。やっぱり23、20前半とかがやっぱ多い中で、うちだけ28とか、まあ、いたアラサーに近いんでね。なのでこれを見てるアラサーの皆さん、私と一緒に頑張りまとうね。バボガン、シータクライゼン、ゴーエンエイプシェッダウン。あ、そう、あの引き出し、あ、待って、違う、引き出し、バン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 、お前、お前、バン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 。うんち行くから今行きなさい。いやいや、大きい声で言わないでよ。ジェシカがうんち行くって。パン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 。ちなみにこれハマってるこいつだけやから。パン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 。なんだこれ。パンハマってるのジェシカだけやから。パンパン。あ、おうちもハマってた。おうちもハマってる。なんなんこれ。見たことない、このオレンジ。何、次はお前の番だから。覚えとけよ、お前。ゼロプリー。最近はもう服着替えるのがめんどくさくて、ずっとこれを着てます。これずっとこれ。しかもこれやったらさ、中半袖でもいけるし、あの日焼けしーひんからマジでおすすめ。あ、ごめんなさい、ちょっといいですか。あなたこれ一生懸命畳んだけど、結局ぐしゃってやったら意味ないよね。え、これ何をどうすればいいの。2階の掃除機かけてきてよ。今すごいで、階段とか。あはあはやめろ。これがパンプキン大魔神で、大魔神。こっちが木の幹太郎。木の幹太郎。こっちがブルーシールもどき。ブルーシールもどき。これが美人。言ってやったじゃないと。これが美人。よくショールームにいるアイドルのすっぴん隠し。韓国 アイドル の空港ファッション。あ、これで全部やってもらえるってこと。そういうこと。もう高橋良子だね。早くしろって。高橋良子。やりたかったこと。
朝起きて、うん、お掃除戦隊作りたいなと思ってて、あまたこの子戦隊好きやね、好きだな、高橋がこうやって割ってもう担任の先生みたいな、明るく元気ピカピカにお掃除やろー、みんなの笑顔でピカピカ掃除、お掃除レッド、あなたの心も綺麗に掃除、みんなでピカピカマッチョマン、お掃除戦隊緑、あなたも私も心をお静かみ、ゴミもお静かみ、掃除戦隊ブルー、寄り合わせてお掃除レンジャー、バボバン、シータクライゼワン、ゴーエンエイプシェッドン、やーやー、恥ずかしい、はやろ、見て高橋、もう見てない、携帯見てる、はい、それでは私はリビング担当ということで、リビングを掃除していきたいと思います。後ろには高橋ちゃんがいます、頑張ります。ということで、おトイレのセシル、今日は2階のトイレから掃除したいと思います。どうぞ一日よろしくお願いします。ゼロプリハウスってめっちゃ汚いから、しっかり手袋買いました。このぴったりタイプの手袋をね。ようこそ、ようそこ、ようこそいらっしゃいました、ようそこいらっしゃいました。ここはですね、何をされてた場所なんですか。ここは TRP のジラの衣装のカラーペイントをしていた場所です。ここをね、我々でちょっと片付けて掃除機をかけてちょっと綺麗にしていこうかなと思います。音が止まったじゃん、ジャ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 、止まったの、記憶のカラーちゃんジャ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 、歌詞が全然やるほどでもないぐらい歌詞覚えてなかった。音が止まったズン、音が止まったズン、音が止まった、音が止まった、色が変わった空白、あんたと一緒に住んでてよかったわ。なんで急に。この瞬間で思ったかだけ教えてもらっていい。だってこういうしょうもないことも一緒に楽しめる。ありがとう。いつも。あのさ、水分補給しに来たわけじゃないんだ。だーって言ってないで別に。ビリー・アイリッシュの何？水分補給しに来たんじゃないんだ。だーれれれれれれじゃないのよ。やってないのよ。あ、ビリー・アイリッシュしたんかと思った。ねえねえ、おうち教えて、ジェシカ言われた通りにやるから全部片付けてんじゃん。そういうことじゃない。一発目どう、どれをどうしていくみたいなことを言って指示して、お水捨てようか、私はあっ、分かった、直してるので。何ですか。お水捨てるとこを見ときます私。じゃあ、あなたが水を捨てるんです、見とくじゃなくて。あ、校長先生や。あ、校長先生、分かりました。じゃあ私が水捨てる係。そうです、私はあの直したりゴミを出てまとめるので、この2つの水を下に捨てて、もらっていいですかね。いらじゃん、いらじゃん、この短い単語。じゃあみんなが頑張った痕跡を捨ててきます。本当にね、便器の裏のさ、縁っていうの、そこでほんまにね、汚れやすいのよ。だからそこをちょっと忘れずにやっていきたい。ほんで私ね、もうね、自分の手で便器の内側まで拭かへんかったらもう気になる人なのね。だからこう遡ってちょっとでも汚れてるところは全部食べてきて、でその後に手使わなくても掃除できるトイレスタンピーとかをやって終わりたい人なので、ギリギリまでは手で掃除したい人です。トイレにはそれは、それは綺麗な女神様が待ってるやで。バボバン、シータクライゼワン、ゴーエンエイプシェッドン。明るいでしょ、あの関西人。ちなみに皆さん、あのここに見える王冠なんですけれども、モモ母のあの株の痕跡でございます。ご賞味あれ。よし、めっちゃいい匂いする、考えられへん、えぐいやんな。しかもさ、2階ってそんな使ってないで、食べる、うん。怖すぎ、2
くすぎいい匂い。え、同じこと言ってんのよ。そこで寝れるぐらいいい匂い。え、きつ。最後スタンピー押して終了です。タブレット、はい、これを浮かしといて2回終了です。すごく綺麗なトイレに生まれ変わる。はい、ということで一回やっていきます。これ買い物しに行きたいねんけど、シートなくなった。あ、マジ行ってくるわ。ということでセシルはドンキに買い出しを行こうと思ったら、あのいろんな方からいろいろ要望を言われまして、高橋ちゃんからはドライバーセット、そしてジェシカからはクイックルワイパー、これな、私な、頼まれすぎたらな自分の買い物忘れんねんな。私はトイレのシート。今日すごい天気だね、みんな雲一つないよ。めちゃめちゃあったくさ。この箱にさ全部詰めてさ、名案だね。これみんながポップアップとかネット販売とかで買ってくれたゼロプリの T シャツです。これは私たちが着る分ね。これをこっちにまとめております。ありがとう、もろこし。曲はかけない方がいいよ、あんたは。やっぱ掃除するの曲いるからね。曲いるからね、じゃなくて掃除しよう、ちゃんとな。掃除しような。そう、暮らしなんだよ、あんたこの曲だと。掃除しようとしてんだよ、だから今これをゴミ、あ、この中に入れる、この中に入れる。そう、そのゴミ袋とか、そう、これ色をまとめて、うん、分かりました。この箱の中にしまいます。いいですか。はい、じゃあこれは、これはそこの中に入れてもらって、はい、そう、袋系を全部この中に入れてもらって、うん、その後にジェシカ違う、ジェシカ、え、じゃあその袋をジェシカ、そう、入れる、ジェシカ、出ちゃう、全部出ちゃうからね。え、まとめた袋をどれ、ごめん、やっちゃダメ、そんなことしちゃダメ、そんなことしちゃダメ、ゴミ袋せっかくまとめた、あ、ダメ、そう、それをダメ、ね、そのためにあとできたわけじゃないでしょ、違うでしょ、ねええじゃないだろ。この曲かかったらあんたなんかもうダメだろ。ダメ？ダメだよ。ごめんなさい。ふざけなくなっちゃうの。じゃあ、え、これもさ全部出していい？出していいよ。で絵の具入れていい？うん。私がめちゃくちゃなんか真面目にやってることが恥ずかしく感じるぐらい真面目にやってるの。私もですよ。背中向けてるもん、みんな。ほんで画角も最悪。左。じゃあもうここいいや。ゼロプリ史上こんなに向こう開くことないから。ここまでこれもう。そうだよ。なのにここしか使ってない。怖い。で、なんかトリックアウトみたいになってる。バボバン、シダクイズワン、ゴーエンエイプシッダウン。待って、これさ、床にもさ、めっちゃついてるやん。嘘。やってるで。あんなにも守ったのに。この野郎。あいつはどこ行ったん。ここです、ここにいます。あれはちょっと隠れてるからいいんだけどジェシカの場合すぐ見つかるから、あれ妹を探せなのよ。ここです、ここにいます。分かってんのよ全員が。ねえ、床がね、お家だよね。ここお家だよ。こいつの偉いとかすぐ認めるとこ。え、これどう、どう、うち私はここにいたから、うん、どうしよう。お前やっけ。一回さ、これ一個履けない、うん、こうかな、こうかな、えっ、ー、と、
完了しました。こちらのジェシカさんのスペースはこんな感じにしてみました。中もちょっと整理整頓みたいな感じで分かりやすくしてみました。とりあえずあるべきところに全部戻した感じです。あとは玄関だけ。みんな1時間ぐらい真剣にやってて全然喋ってない。ということで皆さん1階のトイレこちらとなっております。マジで私1階のトイレさ、誰かが掃除してるとこ1回も見たことないので、これを今から掃除していきます。でも2階とテンションは変わらないんで早送りで大丈夫です。ここね、ここ、この縁ね、ここ全く汚れ取れないです。ほんで何かと汚れてます。ここ入念に気持ちいい。はい、ということで玄関へとやってまいりました。あの見たいんだ、違う違う、え、見たいんだ、違う違う、すごい僕の女、見切れてんだ、ほら見て、ほらこのとんでもない靴の量の。でもさ、玄関にさ、やっぱ荷物が届くのめちゃくちゃ、そうなの、ほんで寝室されてても無理になっちゃうのね。そうそうそう、だからまあとりあえず片付けていきましょう。直せるとこないよね。直すとこもないぐらい靴いっぱいなんですけど、いらない靴とか捨ておくか。そうだね、うん。え、大丈夫？ゴキブリ視点すぎないこれ。え、なんかさ、段ボールのこういう作業ってさ、私すっごい嫌いなんだけど、わかる？だからアマゾンとかもさ、めっちゃ頼んで、え、この商品に対してそのデカさで来ますっていうぐらいの段ボールで来たりするじゃん。極端の話、私が1個こんぐらいちっちゃいやつを頼んだとしたらこれぐらいの段ボールで届くのね。で、段ボールをこうやっているところが一番嫌い。気持ちわかるかな。でもなんかみんなで掃除やってるとどんどん終わっていく感じがいいですよね。以上、ゴミ箱画角からでした。ということで、私が大好きなディフューザー買ってきました。これでおトイレ掃除完成です。よいしょ、バザー始めよう。これいらない、全部捨てようぜ。ちょっとあの今から実家に送ります。見て、今さ、段ボール整理してたらさ、大量のプチプチみたいのが出てきたんだけど、これを持ちながら転んだらさ、絶対痛くなくない？みんなで頑張って掃除するんですけど、私も頑張って掃除してたからちょっとご褒美タイムということで実験しちゃおう。普通に痛いかも、普通に痛いかも。やばい、絶対この動画見られたらみんなから叩けてると思われる。あ、最悪、破けた。それが原因で破けたとか思われたくないかも。見なかったことにして。え、メインカメラ誰もおらんの？あなたが帰ってきたよ、今。掃除終わりましたー。気持ちいい。気持ちいい。いいね、この綺麗になった空間で。綺麗になりました。すごい。
一瞬やった、うん、だって私がトイレこもってる間に気づけば世界変わってたもん。で買い出し行ってたよ、うん、帰ってたよ、うん、世界変わったもん。ほんで先はトイレ立って、うん、世界変わっただってめっちゃ頑張ってくれてた。なんか上と下で匂い変えてるらしいです。はい、すごくいい匂いでした。あ、いい匂いですか。はい、ありがとうございます。皆さんにリラクゼーションを。素晴らしい。これでね、また維持し続けることがやっぱ大切ですから。はい、はい、でももしかしたらこの大掃除企画が大好評やったらさ、うん、またあの再度応募していただいて、あ、すごい、またみんなでみたいなこともできたりもします。はい、そうですね。で、ほぼほぼ無言でした。はい、後半全員間が悪かったよね。私多分最初に2回映ってない可能性ある。リビングにメインカメラありましたから。でも基本さ、こっちとかに収納があってさ、うん、後々紹介すればいいかってスタンスでいたらもう多分1分ぐらいしか尺ない。でな、ずっとサングラス高橋しか映ってない。やんな。でもキッチンめっちゃ綺麗になってた。高橋ありがとう。今2階で頑張って机をまだ上がってます。あれよ、私たちがテムの購入品紹介で出したやつ、一生ね、組み立てず上に置きっぱだったので、その組み立て 今だよね。でも確かに、うん、そうやからさっきドライバー買いに行ってて、ありがとう。高橋と一緒にずっとやってたんだけど、あの子全部間違えてたやり方、おもろい。あっぺりするぐらい。じゃあオブジェみたいになってるかも。こんなんだ全然。机がしかも一番取ればよかった、その瞬間忘れで。てかさ、あんたら逆気持ち悪いと思った。そんな気にしてるのあんただけだよ。ああ、そう。気持ち悪い。寂しかったよね。違う違う違う。いつも通り。この動画いいなって思ったらチャンネル登録してね、今すぐ。高評価。ね、順番が違うからそういうことになるんだよ、座り順が。確かに。だからね、大内の言う通りなんだよ、今。ここが逆だからやりにくいよって言ってたの。あ、チャンネル登録よろしくね。私がチャンネル登録。慣れた。ああ、捨てちゃったじゃん。チャンネル登録よろしくね。高評価よろしくね。コメントもよろしくね。そうだ、 SNS のフォローもよろしくね。せーの、ほらまた。ただ私たち片付けてます。そうなんです、片付けてます。片付けてますです。私たちは二人合わせて片付けてますです。片付けとてますです。私がてます。私が片付けです。片付けてますです。気持ちいい、ありがとう。ありがとう。この後に動画撮る、ここら辺綺麗に。待って待って、またピンポンって鳴らすとかやった。あー、乗り越えた。珍しい。怖くて、またピンポンってされるのが怖くて。あ、そんなもんしてあげません。あ、最悪。最悪、今頑張って覚えてたのに。終わり終わり。見ながら。こんな真剣にパンパン見たことない。終わり終わり。パンパンしバイバーイ。バン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 。あ、全員やってる。今画面の前、やめろ、動かすな。カメラ設定にしたのに。チャンネル登録よろしくね。いいねも絶対押してて、コメントくれたら喜ぶよ。その他の SNS フォローもよろしく、よろしく、よろしく、よろしくね。チャンネル登録お願いします。